F-15EX。 米空軍が F-15 戦闘機の性能向上型を正式発注。コンフォーマルタンクを装備。ハイローミックスの観点から見たら、この F-15EX もミサイルキャリアとしてロー側になるのかな。オタクマ経済新聞の記事から。アメリカ空軍は2020年7月13日 F-15 の性能向上型である F-15EX をボーイングに発揮。総額約12億ドル、約1288億円で発注したことを発表しました。 F-35A の調達と並行して多彩な兵装搭載能力を有する F-15 を更新し、トータルの攻撃力を維持する方針です。 F-15EX はボーイングが提案していた F-15C-D の性能向上型、 F-15E と同じく複座2人乗りとなり、胴体に増加燃料タンク、コンフォーマルタンクを装備し、そこにも兵装ステーションを設けることで、より多くのミサイルや爆弾を携行することが可能となります。また各部のセンサー類もアップデートされるとともに、搭載するコンピューターも刷新。オープンアーキテクチャのミッションシステム OMS を採用することで、最新の状態に更新し続けることが容易になっています。 F-35A などとのミッションに対応できるよう、高いレベルの情報通信連携技術や電子戦システムも採用。これに伴い、操縦系統も従来の油圧式からコンピューターが介在するフライバイワイヤーとなり、コックピット計器も大画面の多機能ディスプレイとなります。ミッションシステムは既存の F-15 にも適用可能です。アメリカ空軍航空戦闘軍団 ACC 司令官マイク・ホルムズ大将は F-15EX について、最も手頃かつ早期に老朽化した F-15CD を更新し、能力を向上させる選択肢です。F-15EX は部隊に到着してすぐ戦闘に参加可能となるでしょうと評しています。ボーイングで F-15EX 計画を統括するロリ・シュナイダー氏は、 F-15EX はデジタル技術を中心とした F-15 で最も進化したバージョンです。比類なき作戦行動半径、低価格競争力、そしてクラス最大級の兵装搭載力により、アメリカ空軍にとって最もお得な選択といえますとのコメントを発表しています。 F-15EX に搭載される能力の一部は、2020年に納入が始まったカタール空軍向けの F-15QA に採用されており、すでに実用化されています。このことからも、F-15EX の開発・調達のプロセスは従来よりも大きく短縮されていると言っていいでしょう。 F-15EX は2020年度予算で8機の調達分が計上され、今回の契約ではこの8機の開発・製造から試験に関わるさまざまなサポート費用が含まれます。2021年度の要求予算では12機分の調達を計上しており、アメリカ空軍は今後5年間で76機の調達を計画しています。以上が記事の内容。ここからは試験になる。初飛行が50年前の戦闘機が、改良とはいえ現在も最前線で活躍できる F-15、 その基本設計がいかに優秀であったかを証明している。たとえステルス性能が低くても、ハイローミックスで運用できるアメリカにとっては実に有効な機体だと言える。開発当時は主翼面積がテニスコート1面分もある
大型の機体で、それを引っ張る2発で10万馬力の強力なエンジンと相まって卓越した機動力と圧倒的な兵器搭載量を実現した。そして大型であるからこその余剰スペースが時代ごとの近代化改修を可能にしてきた。その最先端の機体が F-15EX である。今後日本が調達予定の F-35A105機のうち30機程度を空自が保有する F-15J で、近代化改修のできないプリ M-SHIP を F-15EX に変更できれば作戦の幅が広がると思うのだが、いかがなものだろうか。調達機数が同じなら日本が支出する予算は大して変わらないが、米国側としてはロッキード・マーチンとボーイングという企業が違うので難しい話になるだろう。ただ実用性から考えると F-35 はロシアの爆撃機に置いていかれるほど鈍足という致命的な問題があるのも事実なのだ。将来 F-3 戦闘機が完成して配備されるまでは、近代化改修された JM-SHIP の F-15J が頼りになるが、尋常じゃない回数のスクランブル等の消耗でいかんせん機体の老朽化は否めないはずだ。そのための予備として新品の F-15EX の導入はありかもしれない。この記事に対する国内のネットの反応は、古くね、もう40年以上前の機体だろう、新しく作るから新しいの、ザ・戦闘機って見た目してて好き、バンカーバスターとか F-35 が運用できない爆弾等を搭載できるからね、ステルスが必要ない状況では F-15 のハイパワーは捨てがたい、空自の F-15 を EX 仕様にするってのは、まあ三菱がするかもしれんけど、すでに F-15X 並みの近代化改修をボーイングと契約済み、エンジンはなぜか知らないけど今回は交換しないっぽい。サイレントイーグルのステルス要素外して EX はその分電子機材やミサイル積んで揚撃機とかに回す想定なんじゃね。 F-15J の近代化改修機探査のみを EX レベルまで改修することが決まっている。それなら新品を買った方がいいと思うんだけどね。ウェポンキャリアとしてどうしてもストライクイーグルが欲しけりゃ新規購入が正解だな。アメリカがいくらふっかけてくるか知らんけど。どうしてこうなったのか。 F-35 は高性能低コストの完璧な戦闘機になるんじゃなかったのか。開発中の XF9-1 が F-15 に搭載されている P&W 製エンジンと同じサイズなのは偶然。 XF9 のサイズは非公表だけど、いまだにインチ単位計で作っているんだろうか。国産ならメートル単位計で作ろうぜ。 15E の派生計は2人乗りだから、こいつを配備しだすとパイロットが2倍必要になる。ただでさえ人手不足の自衛隊には無理。ハイローミックスの観点から見たら、このイーグルもミサイルキャリアとして老側になるのかな。この最新モデルには探査の CX ってのも用意するらしいぞ。空自のスクランブル用にまとまった数の F-15K か F-16K の最新機種が欲しいね。 F-35 をスクランブルに使うには1飛行前のコストが高すぎて、日本を疲弊させるためにスクランブルを誘うってのが本当に効力持っちゃう。機体が大きくて頑丈だと後でいろいろとできて便利ですね。やっぱり F-15 安定なんだな。いや、さすがに F-15 の話になるとネットの反応がマニアックすぎてついていけないわ。知らんけど。
最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなどどしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。